あなたは神を信じますか？唐突な勧誘はホラーでしかないのでやめろ。皆さんご存知の通り私って神じゃないですか。初耳ですね。なので今回は神の力を持って私を信仰する者をキャリーしていこうかなと。信じ一人もいなくて草。この世の人類は500歳までに全員何らかで死にます。信仰してなくても変わらなさそう。この胸の高鳴りは、していなく、一定のテンポキープしてるんでセーフ。誰かと思えば前回ロッカーに隠れて即死した人じゃないですか。自己紹介かな？そして泣き虫使うんですね。私にゲームでも才能でも追いつけない悔しさで袖濡らさなければいいんですが、濡れた袖に顔を詰めさせて殺したい。真横で私の殺害予告されるの怖すぎなんだが、ま、相手も私から見れば赤子のようなものですからね。ここは戯れとして威厳見せつけていこうかなと。赤子に威厳見せつけるのはめちゃくちゃ虚しそう。小屋板を割らせているうちに強ポジへ逃げ込み、ここでも時間を稼いでいきましょうか。てかリリース直後からこの配置あるけど普通に凶悪だよなこれ。小屋からも逃げ込めるし、ハンターと距離あれば病院からも来れるし、立地がめちゃくちゃいいんだよね。そして最近のマイブームは脳死で板使いまくることなんですよね。しかもこれ怠慢だから他の人気にせずハンターいじめることできるのくっそうもろ。蹂躙するために怠慢やるのが最近の生きがい。将来ニートやってそう。ポテチとコーラもサボりながらにチャンネルでひたすら社会語ってそう。明確な基準言葉にするのやめろ。この動画低評価増えたら多分ニートの方々の逆鱗に触れたってことですからね。つまりこの動画はニートあぶり出し機。低評価をした人全員自宅警備員認定することで押しにくくさせんのやめろ。まあ部屋からはあぶり出すことはできないわけですが、親にガソリンついていくスタイル。この板を壊していないので加速で女神像に流れますか。監視者もあるし遠距離攻撃できるから長居するのは危ないもんな。でもこれ一回攻撃当たりそうだね。そういう時の香水つかされましたね。できるだけ離れましょう。詰まって全然離れてませんね。まあ全てこの展開をするための伏線だったりするんですよね。香水のクールタイムは余裕で稼げそうです。結構強気に入ってきましたね。あ、友達からマルチ商法教材のライン来た。情緒不安定すぎて草。それは友達ではないです。陰キャすぎて通知来ない人は公式アカウントフォローすると定期的に通知が来て陽キャ気分味わえるからおすすめだよ。現代社会の闇を呈させるな。毎日12個の通知がお昼と夜に届いてるよ。やったね。クローゼットで首吊ってそう。まあ負傷してからでも香水って時間稼げるんですよね。こういう板とかの近くで香水を振ってその場からできるだけ離れる。その結果死ぬんですね。強行死引退します。ということで今日から参考者マスターしていこうかなと思います。視聴者さんに衣装もらったのに乗り換えるのはほんと畜生。強行士はこれからも使わせます。というか参考者マスターする実力あればいいんですけどね。強行士もマスターしたんだから余裕に決まってるじゃん。マスターした結果香水しかされて死んでましたよね。はい、マスターポイントその1。室外剣反射用に使える板を先倒しする。それ参考者以外のキャラでもできるんですよ。あの板を倒したことが後々大きな意味をなしますからね。最後まで見ていってね。時間軸にパラドックス生じてますよ。なんか強そうなシャムさんに見えてきた。私が負けた回数？すー勝ったことしかない上に弱者のことなど覚えていませんから、ゼロ。ですかねー。こんな茶番してる間に妻子さん死んでるけど全く言及しないの末期だろ。てか最近私の周りで即死起きがちじゃない？霊夢さんの即死ムーブ感染してる感じあるよね。除菌しろ。まあ相対的に最近低評価減ったしよかったね。味方の即死でチャンネルの評価支えられてんのもう終わりなんだよな。さすがにこれは見捨てですね。人格左右に振ってるし。相手はバイオリニストだから救助狩りされそうだしね。とりあえず解読を進めようか。でも私って救助めちゃくちゃ上手いから救助しに行くべきでは？確かにお前の救助はめちゃくちゃだな。言葉って足りないだけでこうも意味が変わるんだね。あ、待って、なんかにわしさんダメージもらってるね。まったく。世話の焼ける野良の方たちですね。いいでしょう。私が皆さんを勝利へ導いてあげます。ということで今回は絶望的なこの状況を逆転させるべく救助していこうかなと。神人格だってさっき確認してませんでした？大丈夫ですよ。なぜなら私は磁石を持っています。つまり危機一発がなくても磁石スタンで距離を取らせることができます。バイオリン救助はいかに弦に当たらず椅子に近づけるかがポイントですからね。椅子との距離がまた一つ遠ざかりましたが。日進月歩。ゆっくりでも結果椅子に近づければそれでいいのです。弦を避けてしまえばあとはクソ雑魚ハンターなので救助できます。ごめんなんか言った？うん、本当にやめようかなこのゲーム。てかなんかありがとう言ってるけど元はといえばお前がガチ即死したせいだからな。責任の押し付け合いは見苦しいからやめなよ。ケバブされてやんの？これ多分お前の煽りだぞ。ナチュラルにしね。それ多分老衰死になる。というかそもそもにわしさん負傷したけどもガキ脱出してたよね。だから救助しなくてもよかった。はい、諸悪の根源である祭司さんが飛んだので平穏が訪れました。と諸悪の根源が申しております。担当者使うのやめてほしい。それよりももう第五人格をやめてしまった方が早いのでは。ですが、にわしさん救助に来ましたよ。失敗したら通報します。我もとも訴訟損害賠償5兆円。出て中国語やめろ。この後霊夢さんは無事に殺処分されました。無事じゃないんですが、地球的には喜んでそう。ということで今日も皆さん元気に第五人格していますか？本日は担当者というキャラクターで遊んでいきます。さっきの試合をなかったことにするのやめてもらっていいですか？まあ私はとてもこのゲームのプロなのでどのキャラでも神プレイできるんですよね。ですから皆さん今日は素晴らしい技術を見て勉強してください。ダメだ、完全に記憶が抹消されている。幸せそう。強行士さんが割といいチェイスしてくれてるね。ですが私を巻き込んだのでマイナスいいよ、こいよ点です。即死救助がリクソ判断、ハッピーセットのお前に発言権はないんやで。じゃあ私がここで風船救助したらお前らひれ伏せよ。風船救助が脅迫とかした瞬間であった。
磁石ってハンターにくっつけないと意味ないんですよ。磁石を爆弾にして投げた瞬間ハンター爆発飛散するようにしろ。それは R18G。 まあ私が手を貸してと言ったおかげでこちらに来てる人いますからね。それ別にお前の手柄じゃなくね。椅子前から離れた隙に救助するナイス判断。これ超高資産病院内チェイスできるんじゃない？本当に霊夢さんの荷物状態になってんのくさ。まあ解読ってこのゲームにおいてめちゃくちゃ重要ですからね。皆さん解読をバカにするのやめた方がいいと思いますよ。解読することは大事なことってのは同意だけど、お前変な救助してかられたりお見送りすることあるじゃん。とストレート直球すぎてもはや反論もできないんですけど。おお、ゴンゴンとかやってそう。それ聞くたびに古傷がキリキリと痛むのほんと持病。あ、超高資産無事にタゲチェンされたんだね。それで今は割れているのが患者か。あ、ダウンした。危機一発持ってるかもしれないし回復して救助行ってもらおうかな。一釣り目だしまだ余裕あるもんね。音的に解読ももうすぐ終わりそうだからちょうど良さそう。ただもしかして昆虫学者さん救助行ってくれそうかな。あ、救助行ってくれるんだね。まあ実績解除できたし結果オーライオーライ。ラスト救助で超高資産行ってくれるかもしれないしな。じゃ私は尊ぶべき仕事の解読をやっていきますか。まあ職業に寄せんなんてものはありませんからね。どの仕事も等しく大切であるということを忘れてはいけません。でもこの前ゲート解放の今年も働きとか言ってたよね。毎回何かしらの矛盾抱えるのそろそろやめませんってか思ったんだけど、これ私風船救助行ったら神回じゃね。失敗したら没動画だぞ。私失敗しないので。言う人が変わるだけでめちゃくちゃ不安になるね。これいや投擲能力ゴミでくさ。今のは威嚇射撃です。椅子に座りましたか。今の威嚇射撃です。風船救助失敗。今の威嚇射撃。余って今思ったけどラスキューなのに危機一発持ってないわ。ガチで鼓膜破れたのかと思った基礎ですが、私は危機一発なくても時間を稼ぐ方法を知っています。磁石で足止めしてしまえばこの世の全ての問題は解決します。こんなことしてないでアフリカに学校建ててきてもろて。ハンター完全に霊夢さん狙いにシフトチェンジしたけど。じゃあこのハンターさん負け確定じゃん。私黒だからラストチェイスめちゃくちゃ稼ぐよ。いやくさまてまてなんでいきなりこんな重くなるんだよ。ラストチェイス1秒は新記録。これはツール仕様の疑いがありますね。単純にスペックの問題なんだよな。努力は実らないんだなって思いました。努力してからそれ言ってくれません。ああ、敵が起こってハンターさん瞬間移動して逆ゲートに向かって私脱出させてくれないかな。これが日頃の行いですよ皆さん。でも捕まったままじゃ出られないんですよ。そんないらない心配してるんですか。私は超高資産を治療したことで絆が結ばれています。そう、さっきの治療は決して無駄なんかではなかったんです。突破なされよ紅の天使。救助されただけです。ハンターさん、君はとても強かった。この勝負の分かれ目は仲間の存在だったね。アディオス、とはの別れよ。脱出しただけです。ということで今回の動画はこれでおしまいです。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。よければチャンネル登録とか高評価もらえると嬉しいです。あなたの一手間でこのチャンネルは存続します。あ、そうそう、これまたかなり未来の話になると思うんだけどね。最近私たちと遊びたいという声をまたまた多くもらうんです。そこで多分春以降になるとは思うんですが、とある企画を主催しようかなと。内容としては詳しく言えないんだが、他の第五人格ゆっくり実況者さんも誘致するとかなんとか。私たちワンチャン地雷すぎて断られるかもしれないけど、視聴者さんも楽しめるような企画になるかななんて。あくまでも予定であって中止とかになるかもしれないんですが、詳しいこと決まったらまたお知らせするので、チャンネル登録とかツイッターフォローすると情報が届くと思います。それじゃ、またねー。